とスーパーヒーロー、はい、自分がなるとしたらどれなるとしたら、うん、あれですよ、生活、普通に誰かを助けるとかじゃなくて、普通に生活しててなりたい能力。マーベルに限らずスーパーヒーロー、じゃあマーベルにしましょう。マーベルにしましょう。だからまあトニー・スタークだったら、まあ、機械に強いとか。そうですねワンダこれやりたいです。はい、実は一番強いんじゃないかと言われている。そう思います。何でも操れちゃうし、人の頭の中も操れちゃうし。ちょっとダメですよ、自分だけの王国作っちゃう。いや、作ろうかなと思って。ダメですちょっとピエトロ、私クイックシルバー、 MCU のクイックシルバー役のアーロン・テイラー・ジョンソンさんが大好きなんですね。あー、そうなんだ。大好きなんです。なので自分の世界を作って、来ていただいて。ここ悪いぞ、ここに悪いぞ。ワンダービジョンに出てきたピエトロではなく、はい、私の愛するクイックシルバーをここに今呼びたいです。本当のワンダじゃん本当にワンダになりたいですねラムちゃんは？私はよく時間に遅刻しそうになるので、はい、まあドクターストレンジピョンっていきますからね。開けてピョンですもんね。もう確かにそれはいいかも。かっこいいじゃないですか。それであとは輪投げたい。確かに輪を投げたい。いいですね。そういや、でも能力あったら何でもね、何でもできちゃいますからね。どこでもドアじゃないですか。うん、そうですね、確かに。あ、でもちょっと嫌だなって思うのが、未来が見えすぎちゃう。ああ、ちょっとしんどいから、悲しいことも全部分かっちゃいますからね。そうなんですよ、うん、だからそのね、アベンジャーズでも、うん、まあドクター・ストレンジの気持ちになると、なんか涙が出てきちゃうというか、だから全てを分かった上でみんなを見てるから、うん、ちなみにスピさんは？僕はスパイダーマンで、なぜかっていうと雲に噛まれればいいだけだから。他のヒーローはだってドクター・ストレンジになろうと思ったら7年ぐらい修行しなきゃいけないし、ホークアイもだって指ね、結構鍛えるの大変だし、っていうかみんなそのヒーローになるまでが結構大変だと思うんです。確かに超人決戦合わなかったらどうしようとかいろいろ思うじゃないですか。確かに確かにそうですね。そうそうそう、だからそう考えるとスパイダーマンってまあ雲にね、遠足行って雲に噛まれました。いや、でも超気持ち悪くないですか？単純に。でも噛まれた瞬間わかんないですもんね。ちょっと痛いみたいな。そうですね。だからそれはね、なんかでもなんだろう、いろんなこうねヒーローになった時に、例えばその合コンとか飲み会でなんかこうゲイするときにスパイダーマンが一番なんかゲイしやすいかな。確かに。でもこうヒャってやるじゃないですか。とか回収はこう自分で。ごめんね、汚してみたいな。そうですね。ご飯の中とか入っちゃうかもしれない。みんな。なんか入ってるみたいな。でも壁ひっついてとか言ってペッてやるだけじゃないですか。ああ、確かにそれはいいですね。他のヒーロー結構。合コンでやるべきではないな。間違いない。壁つくのは。それは確かにね。まあそういうとこもねありますけどね。うん。ああ。スパイダーマン確かにそうだね。楽という点では。楽という点では。ですよね。もう寝ててこう。でもいいなって思いました。寝たままだって。わざわざ目覚まし時計止めに行かなくていいんですもんね、あれ。遅刻確定よ。間違いない。そういう時に助けてもらって遅刻するよおいでおいでって、それがいいな。そうしましょう。そんなアベンジャーズは嫌だ嫌だ嫌だね。ハッシュタグできますね。じゃあお二人に聞きたいんですけど、自分がアベンジャーズを結成するとしたら、これはもうマーベルに限らず全てのヒーローでいいんですけど、誰をアベンジャーズに入れますか？ヒーローじゃなくてもいいですか？ヒーローでもなくてもいいです。お、悪いことしすぎる人はダメちなみに私は、はい、DC なんですけど、スーパーマンとスーパーガールが本当に最強だなと思ってて、うん、もう、まあ、人間じゃないんで、うん、もう宇宙人というか、宇宙から他のユニバースから来てるから、ユニバースって言っていいのか、他の宇宙から来てるから、うん、まあスーパーマンスーパーガールはいるとして、そこと恋仲になってほしいっていう体で MCU のスパイダーマンにいてもらって、あとはまあ今の仲間たちをちょっと補強したらいいかなぐらい、その3人をメインで送るアベンジャーズを作りたいです。だから今の DC とマーベルのそうコラボレーションをしてもらって、今だと MCU ってまあちょっとアイアンマンはねあれですけど、アイアンマンキャップがいてその仲間たちがみんなで一緒に行くみたいな、2人がまあ一応リーダーというかそんな感じじゃないですか。そのリーダー格をスーパーマンとスーパーガールにやってほしいです。ああなるほど。強い女性が本当に大好きでエンドゲームの一番最後の方のワカンダでみんなで戦ってて、女性ヒーローたちがバー並んでるところに1人でスパイダーマンがちょっとちょこんって座って助けてもらうみたいなところ、あそこ大好きで、なんならもう女性メインでもいいぐらい、アベンジャーズは。あ、それにしよう。それがいいわ。それがいいわ。女性ヒーローに、まあ、スーパーマンはいてもらって、はい、ピーター・パーカーもいて、あとはもう女性でいいです、全員。ハーレム。うん、それがいいわ。それにします。でもこれ困るのが、その2人がなんか夫婦喧嘩みたいの起きた時、それはちょっとどっちつくのみたいな。確かにそれは大変になっちゃいますね。まあでもしてるよみたいな。女子としては女子の肩持つしかないし、そうだから向こう2人しかいないからね。確かに。でもきっとスーパーマンだったらみんなうまくなだめてやってくれるはず。なるほど、スーパーマンが飲み込むんですね。飲み込むで、女性の意見を受け入れて、まあしょうがないそうしよっかって言ってやってくれるリーダーであるはず。なるほど。はい、私もそうです。僕はそうですね、ちょっと日本で考えると、はい、そうだな、例えばまあ仮面ライダーがキャプテンアメリカ的に入り、それからドクター・ストレンジ枠を「ゲゲゲの鬼太郎」に任せ、それからそうだな、アイアンマンの代わりにキテレツくん、頭いいですからね。だいぶちっちゃいけど、そうですね。それであとセーラームーン入れてアベンジャーズに代わってお仕置きよっていう、そういう決め台詞かな。でハルクの代わりにゴジラ。あ、強い。それがゴジラの指輪ち本当に何かが吹き込む。そうそれで作るとなんか最強のアベンジャーズ感があるかなっていうね。確かに。そうですね。まあシャンチーの代わりにね、悟空かケンシロウかちょっと迷うところがあるんですけど。いてほしいですね。とこういう感じですかね。強いな。そうですね。本当にユニバースがもうマルチユニバースのいいとこですね。なってくれるといいなっていうですね。ラムちゃんは。私さっき悪いことする人ダメって言ったから、まあちょっとDC になっちゃうんですけど、まあスーサイドスクワット的な、どうしよっかな。まあマイケル・マイヤーズ、レザーフェイス、チャッキー、チャッキーご夫妻ね、チャッキーご夫妻来てもらって、でまあガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの可愛い子、何でしたっけ？タヌキ。ああ、ロケット。ロケット枠にグレムリン。ああ、なるほど。ギズモ来てもらって。もうちょっと可愛いけど。なるほど。来てもらったりとか、ちょっとホラー要因を足してって。ですかね。で、ちょっと飼育員じゃないですけど、ゴーストバスターズ4人。ああ。それがいたら大丈夫そう。大丈夫ですか？うん、大丈夫。これさえつければいいです。ゴーストバスターズいたらちゃんとやってくれそう。やったらですね。資料館のご夫妻も入れときますか、ここに。もう嫌な予感しかしないよ。そうですね。資料館のご夫妻入れとけば、この誰かしらがまあ暴走してしまっても、まあなんとかなだめてくれるかな。レクター博士とか入れたら、レクター博士入れたらさ、確かに食べちゃうかもしれないですけど、食べちゃう。はい。なるほど。それ結構怖いです。怖い。誰も悪さしない。絶対悪さしない。あんなのがこうザッてきたら怖いです。怖い。ヘルレイザー入れちゃおっかな。ピンヘッドを入れて、ちょっと威圧感も出しつつ。って感じですかね。ホラーユニバース。いや怖すぎます。本当に。でもまあそんな人たちがアベンジャーズとしていたら多分悪さする人いなくなるので逆にいいかもしれない。そうですね。地球外生命体みたいな。エイリアン強いな。プレデター。強いな。これはもう勝ちですよ。勝ちですね。完全に勝ちました。チャッキーなんて弱いっすよ。すぐに早くなっちゃう。いっちゃうけど。ちなみになんかマーベル見たきっかけって何ですか？きっかけは一番最初に見たのは多分もう他の作品だと思うんですけど、自分が自分の意思で見に行ったのが「エイジ・オブ・ウルトロン」が最初なんですよ。っていうのもさっきちょっとお話ししたクイックシルバー役のアーロン・テイラー・ジョンソンさんが出てた「アンナ・カレーニナ」っていうジュード・ローさんも出てるんですけど、作品で。クイックシルバー役の方にはまり、うん、その後にいろんな彼が出てる作品を見てる中で、その同時進行で「アメイジング・スパイダーマン」見てて、でもまあスパイダーマンはアベンジャーズに入ってないんだっていうことだけは把握してたんですよ。うん、そしたら「エイジ・オブ・ウルトロン」にアロン・テイラー・ジョンソンがクイックシルバー役で出るってなって、うん、これは見なければと思って過去作品を見始めて。ちゃんと映画館に見に行ったのがその「エイジ・オブ・ウルトロン」で、はい、他の作品も見始めてどんどんハマっていき、沼にもずっぽりずっぽりハマっちゃったみたいな感じですね。最初はちょっと俳優さん、そうです、俳優さん入りで、でも MCU じゃないけどマーベルの作品として一番最初に好きになったのは「アメイジング・スパイダーマン」で、多分恋愛要素が強かったから、その当時全然アメコミとかもアクションとかも全然見てなかったんですけど、フラッと映画館に行って今やってるなら見てみようかなみたいな感じで見たら、もうどっぷりハマって「スパイダーマンめっちゃ面白いじゃん」ってなって、そっからアメコミ沼に足を入れてしまったみたいな感じでした。抜け出せないですよ。まあ抜け出そうともしてない、してないですもん。自らハマりに行ってます。頭からダイブしてるんで、完全に。もうそれがきっかけでしたね、一番最初は。なるほど、そうなんですよ。なんか結構女の子で、マーベル好きって子は、いるんですけど、やっぱまだまだ少ないじゃないですか。そうですね。ちょっとその子たちのために、マーベルのいいところとか聞きたいですか？いいですか？いいんですか？私なんかが言わせていただいて、いやなんかアメコミとかアクション映画とか SF って私がもともと本当に入りづらいジャンルだったんですよ。やっぱ女性ってね、そう男の子が見るものみたいなイメージがすごい強かったと思うんですけど、最近は恋愛要素があるものもあるし、前々回話した「シャンチー」とかは逆に恋愛要素がないのも今の時代に合ってるというか、女性ヒロインがいるから必ず恋愛の何かが起きるとかでもない、ちゃんとなんか世の中の情勢というか、この流れに合わせて作品を出してくれてるのが MCU だなと思って。ドラマシリーズも最近出てきたりして見るものもすごい幅広くはなってるんですけど、それだけキャラクター一人一人にちゃんとフューチャーしてくれてるから、なぜこういうキャラクターで今こういうことが起きてるのかとか、こういう人はどういうバックグラウンドがあるのかとかも見たら全部わかるんですよ。それが見ててモヤモヤも何もないし、逆に今このタイミングから見る人は作品が多いからこそ引っかかるものがないと思うんですよね。確かに途中からまだ見てる段階だとこれって何だったんだろうのモヤモヤのまま1年とかあるけど、今は全ての伏線の回収だったりとか、説明を作品がしてくれてるので、なおさら今ハマりやすい時期なのかなとは思っています。で、女性に向けて特にお伝えしたいのは、私は個人的に女性ヒーローが本当に好きで、かっこいい女性大好きなんですね。でヒーローってやっぱ男性が多かったり、仮面ライダーだったり、そういう日本でもやっぱ男性ヒーローものが多いけど、女性が活躍できるっていうこの社会にも合ってるなってすごい思ってて、女性にこそ特に最近だとブラックウィドウとか、なんかキャプテンマーベルとか女性ヒーローが活躍する作品をまず見て、あ、かっこいいなこのヒーローって思ったらアイアンマン1から全部見るっていうのをぜひやっていただきたいなと思ってます。自分の性格に重ね合わせられるキャラクターが必ず男性も女性もいると思うので、そのキャラクターを探しながらマーベル沼にぜひ沼ってみてください。沼の西はぜひ、ちょっと長くなっちゃいましたけど、一言でちょっと語れれないんですよね。ここに来いってひとまずおいでって1時間ぐらいいいっていう感じなんですけど、絶叫みたいな、本当にそれぐらい本当いい作品いっぱいなんでぜひ見てほしいです。でもマーベルファンのみんなが言うセリフ、今から一から見れるの本当に羨ましいってみんな言うんですよ。本当に、いやだって感動と興奮をまだ味わってないって、私たちはもう一回見ちゃってるから、その結末も悲しいことも楽しいことも全部知ってるけど、何にもまっさらな状態でアイアンマン1からワクワクした気持ちを感じられるっていうのは本当に羨ましいです。もったいないですよ、本当に見てない人は、ぜひ皆さん見てみてください。ということでちょっと長くなってしまいましたが、マーベル回以上となります。後編は、最新公開映画を紹介していきたいと思います。